一番最初に焼き方を覚えた黒あんです。ゲスト様が店内に入り、たい焼きを注文しお渡しをして食べられた後に、やっぱりここは日本一たい焼きと思っていただけるように接遇も味も心がけてます。日本一たい焼きに入社して、接遇というおもてなしや日本一たい焼きならではの焼き方を教えていただき、簡単ではないこそやりがいがあって楽しさを学ばせてもらったことです。ゲスト様に喜んでもらえるために丁寧かつ迅速で行動しております。全部が大変なんですが、もうそれを一つ一つ勉強させてもらっています。ゲスト様に美味しかったよって言ってもらえることももちろん嬉しいことですが、頑張ってねって応援してくださることも嬉しいです。ちっちゃい子から初めて頑張れっていうのを言われて、もうその時はもう一番嬉しかったですね。もうその時はもう頑張れるっていう、その一日頑張れるっていうのはありますね。2020年に入って、主な衛生対策なんですけど、当然ですが店頭にアルコールは常備しております。一つ目としてソーシャルディスタンスです。店外では2メートルおきにカラーコーンを立てたり、壁ごとに間隔を空けていただくようにポップを掲示いたしました。店内では分かりやすく足跡のシールを貼りました。2つ目に、7店舗すべてに空気清浄機を買いまして、ホールとキャストさんが休憩するバックルームに設置いたしました。3つ目に、うちはテイクアウト中心ですので、ゲスト様の滞在時間は10分未満ではありますが、定期的に正面玄関を開けて換気をしております。4つ目に、除菌率 99.99% の抗菌フィルムを上野商事様より仕入れまして、自販機のボタンを含めてゲスト様が触れられるであろう箇所に貼らせていただきました。5点目といたしまして、ゲスト様と対面するレジカウンターには厚めのビニールカーテンを施しました。また今発注しているのですが、2020年9月末より順次対面式セミセルフレジに切り替えていきます。そのことによりキャストさんがゲスト様より代金を直接頂戴することがなくなり、接触の機会も減ります。6つ目といたしまして、最後に、私たちは接客業ではなく接遇業、おもてなしをしているとの自覚のもと、定期的に自社で接遇研修をしています。最近はマスクをすることが必然になっていますが、マスクをすることでどうしても印象が良くない雰囲気を受けました。マスクもこの透明なマスクを推奨しながら、また声量を抑えても明るさを失わないようにと研修しています。このように主に6点、衛生対策、接遇研修を強化しました。2021年1月にはグループとして8店舗目となる日本一たい焼き岡山マニアロマンチック街道店をオープンいたします。これからもゲスト様に今まで以上に安心と安全をお届けし、そしてゲスト様に感動していただける店作りをキャスト一同全力で取り組んでまいります。日本一たい焼きへようこそ。お客様に感謝を込めてありがとうございます。